ワバック・アンドゥキ飛行場の1ワバック・アンドゥキ飛行場の1別地図アンドゥキ飛行場はブルネーダルサラーム国ブライト地区セリア郡アンドゥキ村にある飛行場ブルネーシェル石油によって運営されヘリコプターのシコルスキー S-92 が沖合の石油プラットフォームの創業支援に利用されている BSP は2008年に草の滑走路をアスファルト舗装に改修した 将来的には滑走路に誘導灯の設置と、景気侵入方式の導入を行う予定である。1951年に開場し、イギリスマレーシアン石油所有の、スーパーマリンシーオッターが最初に降り立った。AB はバックの空港情報、グレートサークルマッパー、出展、デフィフ、ABC、アンズケフィールドリーバンプスイッツファシリティーズ、ザ、 ブルネイタイムズ2009年5月26日閲覧。アンズケーフィールド、ウィキマピア2009年5月26日閲覧。ありがとうございます。